Inkscape はオープンソースで開発されているベクトル、画像編集ソフトウェア。Inkscape は XML、SVG、CSS などの標準に完全に準拠したグラフィックツールとなることを目標としている。クロスプラットフォームなソフトウェアであり、Linux Earth、Unix 系オペレーティングシステム、MacOS、Windows などで動作する。開発の主体は Linux で行われている。 Inkscape は2003年にベクトル画像編集ソフトソジポジからのフォークとしてスタートした。Inkscape は現状でも幅広く利用されているが、今後さらに SVG、CSS の標準への準拠を完全にしていくことが可能で、それには SVG アニメーションの対応も含まれる。現在も活発に開発中であり、新しい機能が定期的に加えられている。 リンクスケイップは2003年にソジポジのフォークとしてスタートした。元となったソジポジは2004年2月のバージョン0.34より事実上開発が停止している。さらにそのソジポジはジル、ノームイラストレーションアップ、ラフラビンによって書かれたドローソフトのフォークとして1999年にスタートした。ソジポジの開発者であったテッドグールド。 ブライス・ハリントン、メントルガイが、プロジェクトの目的の際、外部からのコントリビューションに、積極的でないこと、技術的な意見の際などから、2003年に、ソジポジから分かれて、インクスケイッププロジェクトを立ち上げた。彼らは、SVG の完全準拠を目的にすることにした。開発は、トップダウン方式ではなく、多くの開発者が平等かつ活発に参加する、方式をとっている。 このような方式であるために多くの新規開発者が加わった。ソジポジは g i m p に似たコントロールドシングルドキュメントインターフェースを採用していたが開発者の一人のブーリアバイックは現在のインクスケイップのユーザーインターフェースのアーキテクチャを作成した。インクスケイップは元のソジポジのコードに対して数多くの変更が加えられている。例えば 開発言語を C から C に変えたこと、GTK ベースから、その C バインディングである GTKMM ベースに変えたこと、ユーザーインターフェースをデザインし直して改善したこと、その他数多くの新機能を追加したことなどである。ソジポジのリリースについては示さず、フォーク後のインクスケープのみ以下に示す。USB メモリなどの上で動作可能なポータブルアプリケーションとして、 Inkscape ポータブルも開発されている。ありがとうございます。